イグナタス・コノバロバスは、リトアニア、パネベジンス出身の自転車競技選手。父バレリウス・コノバロバスは、リトアニア自転車ロード代表監督、母・ライマ・ジルポリーテは、ソウルオリンピック女子個人、ロードレース同メダリストという自転車一家である。2006年、フランスの強豪アマチュアチーム、VC ・ラ・ポム・マルセイユに加入し、20歳にして、国内選手権大会リトアニア選手権。 個人タイムトライアル優勝。ロンドドリザードで総合優勝。2007年、クレディアグリコルトトレーニー契約。2008年、クレディアグリコルトプロ契約。2009年、サーベロテストチームに移籍。ジロでイタリアの第21ステージで優勝。また、リトアニア選手権 ITT で連覇達成。2011年、サーベロテストチームの解散に伴い、 スペインのモビスターチームに移籍。2013年、南アフリカのプロコンチネンタルチーム、MTN、クベカに移籍。2015年、MTN、クベカが契約を更新せず、フルスノ v ーラポムマルセイユの更新チームである、チームマルセイユ 13KTM に加入。このシーズンはリトアニア選手権 ITT で3位、ベロトンウェールズで2位。 2016年、マルク・マディを率いるフランスのワールドチーム、FDJ2 席。ラ・メディタラ・レーヌ第1ステージで優勝に貢献。ジロでイタリアを総合134位で完走。リトアニア選手権 ITT では5度目のチャンピオンに輝いた。2017年、ダンケルク4日間レース第5ステージ優勝。リトアニア選手権では得意の ITT に加え、 ロードレースでも優勝し、ダブルタイトルを獲得。ツールド・フランスでは、エース・スプリンターのアルノー・デ・マールのアシストに徹するが、第9ステージで、デ・マールらと共にタイムアウトでリタイアした。クランツール・ツールド・フランス・ジロで、イタリア・ブエルタ、エスパー・ニャオリンピックヨーロッパ選手権。ありがとうございます。